今回は、モンゴメリの赤毛のハン周辺を朗読します。アンの告白。暑さで何もかもぐったりしている黄色い8月の午後です。アン・シャーリー、いつまでおしゃべりをしているの？お裁縫の時間ですよ。早く帰ってきなさい。マリダの声に庭にいたアンは慌てて飛び込んできました。目を輝かせ、頬をピンク色に染め、ほどけた髪をなびかせて、アンは息を切らして言いました。マリラ、来週日曜学校のピクニックがあるのよ。アイスクリームを食べさせてくれるんだって。すごいでしょ？アイスクリームよ。ねえ、行ってもいい？お裁縫の時間も忘れて遊びほうけていちゃ困るね。ピクニックはもちろん行ってもいいよ。でも、とアンが口ごもります。ダイアナが言うにはね、みんなお弁当を持っていくんだって。私、膨らんだ袖の服を着てなくても我慢するけど、お弁当がなかったらきっと恥ずかしい思いをするわ。お弁当くらいちゃんと作ってあげますよ。まあ、マリラ、ありがとう。本当にありがとう。アンは思わずマリラに抱きついてその方にキスしました。マリラは再びゾクゾクするような甘い感情を味わいました。けれども、すぐにまたいつものそっけない調子に戻っていました。もういいから、さっさとお裁縫に取り掛かりなさい。アンはうんざりした声を上げて、パッチワークの布切れを取り上げました。ああ、ダイアナと遊んでいる時みたいに、早く時間が経てばいいのに。今ね、小川の向こうにおままごとの家を作っているのよ。苔むした大きな石が椅子でね、木から木へ板を渡して棚を作ってお皿を並べるの。マリダも見に来てね。それからバリーさんの畑にある小さな池をウィローミアと名付けたの。ダイアナが貸してくれた本の中にあった言葉よ。ああ、来週の水曜日が晴れますように。もし、ピクニックに行かれなかったら、とてもその絶望から立ち直れないと思うわ。輝きの湖で、ボートに乗ったり、アイスクリームも食べるのよ。ダイアナがどんな味か説明してくれるんだけど、そればかりは想像できないの。日曜日、マリラは、教会へいつものように、紫水晶のブローチをしていきました。それは、母親の形見で、母親の髪の毛を入れた楕円形をしており、周りをいくつかの紫水晶が囲んでいる美しいブローチです。マリラはそれをとても大切にしていました。初めてそれを見たとき、アンは感嘆の声を上げました。なんて綺麗なんでしょう。昔、私ダイヤモンドって紫色をしていると想像していたの。だから、本物を見たときがっかりして泣いちゃったわ。ねえ、紫水晶って、すみれの魂だと思わない？月曜日の夕方、マリラは困った顔でアンに尋ねました。私の紫水晶のブローチを見なかったかい？昨日、教会から帰って、確かに針刺しに刺しておいたんだけど、見当たらないんだよ。私、さっきマリラが留守の時、ちょっと見たわ。触ったの？ええ、胸につけてみたけど、すぐにタンスの上に戻したわ。子供が他人の部屋へ入って、他人のものを勝手にいじるなんていけないことですよ。あんたは戻さなかったんでしょう。タンスの上にはなかったよ。私絶対に戻しました。アンのその言い方が、マリラには、いかにも生意気に聞こえました。マリラは部屋へ行って、もう一度よく探しましたが、見つからず、また台所へ戻ってきました。アン、ブローチはありませんよ。本当のことを言いなさい。あんたが持ち出してなくしたの？そんなことしてません。アンはマリラの怖い目をまともに見てきっぱりと言いました。いいえ、あんたは嘘をついているよ。本当のことを言うまで自分の部屋にいなさい。マリラはイライラしています。あの子が取ったに決まってるのに嘘をつくなんて。それもあんな無邪気な顔をしてさ。白状してくれた方がまだマシだ。次の朝、マリラは厳しい顔つきでアンの部屋へやってきました。アン、白状するまでここにいなさい。わかったね。でも、明日はピクニックよ。どうしても行かなくちゃ。白状するまではどこへも行かせません。ああ、マリラ。アンはうめき声を上げました。夜が明けて、ピクニックの朝になりました。まさにおあつらえ向きの上天気です。マリラが朝食を持っていくと、アンは唇を引き結び、青白い顔でベッドの上にきちんと座っていました。私、告白します。紫水晶のブローチを取ったのは私です。アンは、まるでおさらいをするように、話し出しました。それをおままごとの家へつけていって、コーディリア・フィッツジェラルド姫のつもりで遊びたいと思ったの。マリアが帰ってくる前に返すつもりだったわ。途中、橋の上でブローチを見ようとして外したら、ポロリと指から落ちて、紫色にキラキラ光りながら、輝きの湖の底へ沈んでしまったんです。マリラ、これが、私の告白です。マリラの心に激しい怒りが燃え上がりました。この子と来たら何の後悔の色もなく、ブローチをなくしたことをペラペラと喋っている。アン、あんたみたいな悪い子は初めてですよ。私もそう思うわ。だから早いとこ罰してちょうだい。そしたらすっきりしてピクニックへ行かれるもの。ピクニックだってとんでもない。そんなものへは行かせませんよ。それが罰です。それだってまだ足りないくらいだけど。行っちゃいけないの？アンは立ち上がって、マリラの手にすがりつきました。告白したら行かせてくれるって約束したじゃないの。お願い、行かせて。他のどんな罰にも耐えるから。マリラは冷たくアンの手を振りほどきました。なんと言ってもダメです。耳をつんざくような泣き声を上げて、アンはベッドに突っ伏しました。昼食の時、アンは呼ばれても降りてきませんでした。マシューはアンが哀れでなりませんでしたが、どうすることもできず、惨めな気持ちでした。アンも悪かったが、ピクニックに行かせないのはあまりにかわいそうじゃないかね。まだ子供だし、しつけも受けていないんだから。今そのしつけを受けている最中です。マリラがバリバリ言い返しました。皿洗いが済むと、マリラはよそ行きの黒いショールに小さなほころびがあったのを思い出したので、繕おうと自分の部屋へ上がっていきました。ショールを取り上げた途端、何か紫色に光るものが目に入りました。驚いてそれをつかむと、なんと、あのブローチだったのです。一体どういうことかしら。水の底へ沈んだものがここにあるとは。そうだ。月曜日の午後、外から帰ってこのショールをタンスの上にちょいと乗せたんだっけ。その時、ブローチが引っかかったに違いない。マリラはブローチを手に、急いでアンの部屋へ行って問いただしました。告白するまで、ここにいなさいと言うんだもの。と、アンが疲れ切った声を出します。だから昨日の晩、一生懸命告白を考えたのに。でもその努力も無駄になっちゃったわ。マリラは思わず吹き出してしまいました。アン、私が悪かった。謝りますよ。さあ、まだ2時だから急いでピクニックへ行く支度をしなさい。すぐお弁当を作ってあげるから。馬車で行けば十分間に合うよ。ああ、マリラ。5分前は、私生まれなければよかったと思うくらい惨めだったけど、今は天使にしてやると言われても、このアンの方がいいわ。その夜、すっかり満足して、幸せではち切れそうになって、アンが帰ってきました。本当に素敵だったわ。何もかも、夢みたいに楽しかったの。アイスクリームも食べたしね。とても言葉では言い表せないほど美味しかったわよ。学校での一騒ぎ。なんて素敵な日でしょう。こんな日に生きていられるだけでも幸せだと思わない？それに学校へ通う道がこんなに綺麗なのも嬉しいわね。アンとダイアナが通学する道は本当に綺麗でした。恋人の小道やウィローニアやスミレの谷や白樺の細道を通って街道へ出てから蝦夷松の茂る丘を登り詰めると学校です。アンはマリラにこう言いました。恋人の小道と言っても本当に恋人たちが歩いているわけじゃないのよ。それも本で見つけたんだけど、私たちにも欲しいと思ったの。すみれの谷というのは私がつけた名前よ。ダイアナがね、私みたいにその場所にぴったりした名前をつけられる人はいないって言ったわ。白樺の細道はダイアナがつけたんだけど、私だったらもう少し詩的な名前にするわ。でも白樺の細道は世界中で最も美しいところの一つよ。確かにその通りです。うねうねと続く細道の両側にはほっそりした白樺が並び、足元にはシダや星形草やスズランなどがびっしり生えています。辺りにはかぐわしい香りが漂い、木の上では鳥が鳴き交わし、枝の間を風が笑いさざめきながら吹き抜けていきます。時たまウサギが道をぴょんぴょんと横切っていくのも見られます。アボンリーの学校は白塗りの軒の低い建物で、窓は広く、蓋を開けたり閉めたりする古めかしい机が並んでいます。アンがいよいよ学校へ行く9月初めの日、マリラは少し不安でした。アンは変わった子だから、他の子供たちとうまくやっていかれるかしら。けれども、アンは上機嫌で帰ってきました。私、学校が好きになれそうよ。でも、フィリップス先生ったら、プリシー・アンドリューズって子ばかりひいきにしてね。あんまり好きじゃないわ。席はダイアナの隣で、窓際だから、輝きの湖が見えるのよ。私は、みんなより勉強が遅れているけど、私ほど想像力のある子はいないと分かったわ。それからね、誰かが、私の鼻がすごく格好がいいって言ったんだって。本当にそう思う？マリラ。そうだね。私もそう思うよ。それから3週間がこともなく過ぎていきました。ある朝、ダイアナがアンに言いました。今日はギルバート・ブライスが出てくると思うわ。ものすごくハンサムよ。女の子をからかってひどい目に合わせるの。ダイアナの口調は、むしろ、からかわれたいと言っているように聞こえます。アン、ギルバートはあんたと同じクラスよ。もうすぐ14だけど、お父さんが病気で一緒に遠くへ行っていた間、ずっと学校行かれなかったのよ。頭がいいから、あんたもそうそう一番ではいられないかもね。嬉しいわ。年下のクラスで一番になっても張り合いがないもの。教室で先生が見ていない隙にダイアナがアンにそっと耳打ちしました。通路のすぐ向こうにいるのがギルバートよ。ちょっと見てごらんなさいよ。アンが見たとき、まさにギルバートは前に座っているルビー・ギリスの長いおさげをピンで椅子に留めようとしている最中でした。ギルバートは背の高い少年で、くるくる縮れた茶色の髪、いたずらっぽい褐色の目、人をからかうような歪んだ口元をしています。やがてルビーが先生に計算を見せに行こうと立ち上がりましたが、キャッと叫んで座り込んでしまいました。みんながじろじろ見るし、先生も怖い顔で睨みつけたので、ルビーは泣き出してしまいました。ギルバートはさっとピンを取って隠してしまい、知らん顔です。そしてまた静かになると、アンの方を見ておどけたウインクをしました。ギルバートは確かにハンサムだけど、初めて見た女の子にウインクするなんて失礼よ、とアンはダイアナに言いました。その日の午後、フィリップス先生がプリシーに大数の問題を説明しているとき、他の生徒たちはリンゴをかじったり、おしゃべりしたり、好き勝手なことをしていました。アンは窓際で夢の国をさまよっていました。ギルバートは女の子を振り向かせるのに失敗したことなどありません。あの赤毛の大きな目のアンという子をどうしても振り向かせてやろう。ギルバートは通路越しに手を伸ばして、アンの長いおさげを引っ張り、ささやきました。人参、人参。たちまちアンは振り向きました。それだけでなく、すっくと立ち上がると、怒りをみなぎらせた目で、ギルバートを睨みつけました。その目に、怒りの涙があふれました。よくも言ったわね。嫌なやつ。ガシャーン。アンは、文字や絵を描く石板をギルバートの頭の上に振り下ろしたのです。石板は真っ二つに割れました。わーお。クラス全員が恐怖と興奮の叫び声を上げました。フィリップス先生がやってきて、アンの肩に手をかけました。アン・シャーリー、何をするんです。アンは答えません。ギルバートがさっと立ち上がって言いました。先生、僕が悪かったんです。僕がからかったんです。先生はギルバートには目もくれません。私の生徒がこんな癇癪を起こすとは残念です。アン、黒板の前へ行って、授業が終わるまで立っていなさい。先生はアンの頭上の黒板に白いチョークで次のように書いて読み上げました。アン・シャーリーは癇癪持ちです。癇癪を抑える努力をしなくてはなりません。アンは授業が終わるまで立っていました。怒りがあまりに激しかったので、泣きもせず、頭をうなだれもしませんでした。ダイアナの同情の視線も、他の友達の視線も、同じように受け止めていましたが、ギルバートの方は決して見ません。二度と見るものか、二度と口を利くものか。学校が終わると、アンは赤毛の頭をそらせて、堂々と外へ出ました。戸口でギルバートが引き止めました。アン、君の髪をからかってごめんよ。謝るから、もうそんなに怒らないでくれよ。アンは軽蔑したように、さっと通り過ぎました。まあ、アン、よくそんなことできるわね。ダイアナは自分ならとてもギルバートの言葉を拒否できないと思ったのです。ギルバートなんか絶対に許さない。アンはきっぱりと言い放ちました。さて、次の日、またも事件が起こりました。先生は昼食に家へ帰る前に、生徒たちにこう言い渡しました。私が教室に戻る前に、全員が必ず席についていること。遅れたものは罰します。昼休み、生徒たちは蝦夷松林で遊んでいましたが、アンだけは林の遠くの外れを夢見心地で歩いていました。それで教室へ向かって走り出すのが一番最後になってしまいました。でも足の速いアンのこと、入り口でやっと男の子たちに追いつきましたが、先生はもう帽子掛けに帽子をかけているところでした。先生は思いつきであんなことを言ったのですが、遅れてきた男生徒全員を罰するのは面倒です。その時、ふとアンが目に留まりました。アンは椅子にペタンと座り込んで、はあはあ息をついています。取り忘れたユリの花輪が耳の上にかしいで、いかにもだらしなく見えました。アン・シャーリー、君は男の子の仲間入りをしたいようだから、その望みを叶えてあげよう。その花輪を取って、ギルバート・ブライスの隣に行きなさい。先生の言葉に、男生徒たちはくすくす笑いました。ダイアナは青ざめて、アンの髪から花輪を取ってやり、その手をぎゅっと握りしめました。アンは石になったかのように先生を見つめています。私の言ったことが聞こえないんですか？いいえ。でも、本気でおっしゃったとは思いませんでした。本気ですとも。早く言われた通りにしなさい。アンは唇を引き結んで立ち上がり、ギルバートの隣に座りましたが、すぐに机の上で腕の中に顔をうずめてしまいました。アンにとっては、これぞ世界の終わりでした。遅れてきたものの中で、自分だけが罰せられるのだけでも辛いのに、その罰が男の子と並ばせられることであり、それがよりによってギルバートだとは。一度、誰も見ていない時に、ギルバートが「君は素敵」と書いてあるピンク色の小さなハート型のキャンディーをアンの腕の下にそっと滑り込ませました。アンは体を起こし、そのキャンディーを指でつまむと床へ落とし、かかとで粉々に砕いて、ギルバートには目をくれずに、また元の姿勢に戻りました。学校が終わると、アンは自分の机の中から教科書やノートやペンなどを全部出して、壊れた石板の上に積み上げました。もう学校へは来ない、と、アンはダイアナに言いました。ダイアナはびっくりして、必死でなだめたり頼んだりしましたが、アンの決心は揺らぎません。家へ帰ると、アンはマリラにそう告げました。バカなことを言うもんじゃありません。ちゃんと学校へ行きなさい。嫌よ。絶対に行かない。家でしっかり勉強して、いい子にしているから。マリラは、アンの決心が固いのを見て取りました。そこで、それ以上何も言わず、リンド夫人に相談しに行くことにしました。耳の早いリンド夫人は、もう話を一部始終聞いていました。フィリップス先生もちょいとやりすぎだと思いますよ。アンのことは私だったら学校へ行くというまでほっておきますね。そのうちに頭も冷えてまた行くというに決まってます。マリラはリンド夫人の忠告を守ってもう何も言いませんでした。アンは家で勉強し、家事を手伝い、秋のひんやりした紫色の黄昏時をダイアナと遊びました。けれども、道や日曜学校でギルバートと会っても、冷ややかな軽蔑を込めて通り過ぎるのでした。ギルバートが明らかに仲直りしたがっているにもかかわらず、アンはギルバートを決して許すものかと決心していたのでした。いちご水事件。グリーン・レイブルズの10月はとても美しいのです。白樺は日光のような金色に、楓は深紅に、小道の桜は濃い赤と緑がかった青銅色に変わります。ある土曜日の朝、アンは楓を腕いっぱい抱えて踊りながら家へ入ってきました。マリラ、10月という月があって嬉しいわね。もしも9月から11月へ飛んじゃったら本当に悲しいわ。アン、私は午後カーモディへ用があって行ってくるから、マシューに夕食の支度をしてやっておくれ。それからダイアナをここへ招いてお茶を飲んでもいいよ。まあ素敵。私前から憧れてたの。きっと大人になった気分がするわ。ねえ、バラのつぼみの模様のお茶のセットを使ってもいい？とんでもない。あれは特別なお客様にしか出さないんですよ。あんたたちには茶色ので十分。でも、さくらんぼの砂糖漬けとフルーツケーキとクッキーを食べてもいいからね。ああ、そうそう。いちご水がまだ半分残っているから飲んでもいいよ。今の戸棚の2段目にあるからね。そこで、早速、アンは果樹園の丘のダイアナの家へ飛んで行って、お茶に招待しました。さて、午後。ダイアナはいつもならノックもせずに、台所から飛び込んでくるのに、今日は2番目にいい服を着て、気取って玄関の扉を叩きました。アンも、やはり2番目にいい服を着て、気取って扉を開け、二人の少女は、初めて会った者同士のように真面目腐って握手しました。そして居間へ行き、きちんと足を揃えて座り、10分ほど済ましておしゃべりしていました。でも急にアンがリンゴが食べ頃なのを思い出して、いつもの調子に戻っていました。ねえダイアナ、果樹園行こうよ。リンゴを思いで食べない？二人は果樹園でリンゴを好きなだけ食べ、喉が痛くなるまで喋りました。ダイアナは学校のことをいろいろアンに話して聞かせました。あんたがいないから、ガーティーパイと並ばされてるけど、嫌でたまんないわ。ルビーはね、おまじないの石でイボが全部取れちゃったのよ。M ホワイトはチャーリー・スローンと名前を並べて書かれてカンカンになってるわ。ギルバートがね、けれど、アンはギルバートの話は聞きたくありません。パッと立ち上がって、いちご水を飲みに行きましょうと誘いました。アンは、戸棚の2段目を探しましたが、いちご水は見つかりません。でもよく探すと、一番上の段の奥にあったので、お盆にそれとコップを一つ乗せて持ってきました。ダイアナ、どうぞ好きなだけ飲んでね。私、リンゴを食べすぎて飲みたくないのよ。ダイアナはコップに一杯ついで、そのきれいな赤い飲み物を上品にすすりました。とても美味しいわ。こんなに美味しいイチゴ水は初めてよ。マリラは料理がとてもうまいのよ。私にも教えてくれるんだけど、なかなかうまくいかないもんね。アンは自分の料理の失敗談を長々と喋って聞かせました。ところが、しばらくして。あら、ダイアナ、どうしたの？ダイアナは、ふらふらと立ち上がりましたが、また座り込んでしまい、両手で頭を抱えています。すごく気分が悪いの。私、帰る。だって、まだ何も食べてないじゃないの。今、急いで用意するから。私帰る。ふらふらするの。ダイアナは繰り返します。アンがいくら頼んでも無駄でした。がっかりして、目に涙をためて、アンはダイアナを途中まで送って行き、泣きながら帰ってきました。次の日は、一日中雨で、アンは外へ出られませんでした。月曜日、マリラに頼まれて、リンド夫人の家へお使いに行ったアンは、わーわー泣きながら走って戻ってきました。どうしたの一体？今日、リンドのおばさんが、ダイアナのお母さんに会ったら、お母さんがカンカンに怒っていたんだって。私が土曜日、ダイアナをぐでんぐでんに酔っ払わせたって。だから、私みたいな悪いことは、もう遊ばせないって。酔っ払わせたって?あんた一体、ダイアナに何を飲ませたの?いちご水だけよ。あれを飲むと酔っ払うなんて知らなかったもの。いくらコップに3杯も飲んだって。マリラは急いで戸棚を見に行きましたが、その瓶を見て、それがブドウ酒だったのを知りました。そして、いちご水の瓶は地下室に置いてあるのを思い出したのです。思わず笑い出しそうになりながら、マリラはアンに言いました。あんたがダイアナに飲ませたのは、いちご水じゃなくて、ぶどう酒だったんですよ。でもどうして気づかなかったの?私は飲まなかったんだもの。あの日、ダイアナは帰ってから、ただバカみたいに笑っていて、その後何時間も眠ったんだって。ダイアナのお母さんはその息を嗅いで、酔っ払ってると分かって、すごく怒っているの。私がわざとやったんだと思い込んでいるんだってよ。コップに3杯もガブガブ飲んだダイアナを罰するといいんだよ。アン、これからバリーさんのところへ行って、本当のことを話しておいで。私はとても行く勇気がないわ。お願い、マリラが行ってきてよ。その方が賢明だと考えたマリラは、バリー家へ出かけて行きましたが、すぐに腹を立てて帰ってきました。バリーさんと来たら、あんなに頭の固い人は初めてだよ。私の言うことを全く信じようとしないんだから。ブツブツ言いながら、マリラが台所へ行ってしまうと、アンは帽子もかぶらず、冷たい秋の黄昏の中を、バリー家へ出かけて行きました。そして、バリー夫人に訴えるのでした。どうか許してください。ダイアナを酔っ払わせるつもりなんかなかったんです。もしもおばさんが、みなしごだったら、親切な人に引き取られて、やっとできた親友を、そんな目に合わせると思います？どうか、許してください。けれども、バリー夫人は、冷たくこう言っただけで、ダイアナに会わせてもくれませんでした。あなたは、ダイアナにはふさわしい友達とは思いませんね。もうお帰りなさい。次の日の午後、アンがふと窓の外を見ると、ドライアットの泉のそばでダイアナが手招きしています。アンは慌てて外へ駆け出していきましたが、ダイアナのうなだれた顔を見てがっかりしました。やっぱり許してもらえないのね。ええ。私、わーわー泣いて頼んだんだけど、もう遊んじゃいけないって。今も10分だけお別れを言う時間をもらってきたのよ。10分じゃ、とても永遠の別れを告げるには足りないわ。ああ、ダイアナ。私を決して忘れないって、約束してくれる?アンが涙声で言うと、ダイアナもすすり泣きました。もちろんよ。あんた以外に。もう親友は作らないわ。ねえ、お別れの印に、あんたの髪を一房ちょうだい。そう言って、アンはダイアナの黒髪の巻き毛を一つ切り取りました。さようなら、最愛の友よ。以後、見知らぬ者同士となろうとも、我が心は永遠にそなたのもの。このロマンチックな別れで、アンの心はいくらか慰められました。次の月曜日の朝、アンは教科書を持って部屋から降りてきてマリラを驚かせました。私、学校へ行くわ。学校へ行けばダイアナを見て懐かしい日々を思い出せるもの。アンは大歓迎を受けました。ルビーは授業中にそっとプラムを3つよこすし、綺麗なパンジーの花の絵や香水の空き瓶をくれる子もいました。午後、アンは自分の席に大きな赤いリンゴが置いてあるのを見て、喜んで一口かじろうとした途端、それがなっているのはブライス家の果樹園だけだということを思い出したのです。たちまちアンはそれを取り落とし、手をハンカチで大げさに拭きました。けれど、クラスのみんなが歓迎してくれても、ダイアナはアンに笑いかけてもくれません。でも次の朝、ダイアナから小さなメモが回ってきました。アン、お母さんが学校でもあんたと口を聞いちゃいけないって言うの。だから怒らないでね。あんたにいろいろ打ち明け話ができなくて寂しいわ。あんたに素敵なしおりを作ったわ。これを見て私を思い出してね。ダイアナ。さて、それからのアンは勉強一筋に打ち込みました。ギルバートに負けてなるものかと猛烈に頑張りました。こうしてクラスの一番は二人の間を行ったり来たりして、とうとう二人とも上のクラスに進級することができたのです。アン、幼い命を救う。冬休みも終わって1月になりました。ある時、カナダの首相がプリンス・エドワード島に立ち寄ってシャーロットタウンで演説会を開くことになり、アボンリーの人々はこぞってその会に出かけて行きました。もちろん、リンド夫人も例外ではありません。マリラも政治には密かに興味を持っていたので、アンとマシューに一晩留守を頼んで、リンド夫人と一緒に出かけて行きました。グリーン・ゲイブルズの心地よい台所で、アンとマシューは静かな夜を過ごしていました。古風なストーブには赤々と火が燃え、窓には霜が凍りついてキラキラ光っています。マシューはソファーでうつらうつらしていましたが、アンはテーブルで勉強をしています。でも本当は学校でジェイン・アンドリュースから借りた本が読みたくてうずうずしていたのです。けれど、もしそれを読んだら、明日ギルバートに一番を譲ることになります。アンは決然と本に背を向けました。マシュー、学校で帰化をやったことある？いや、ないよ。マシューは居眠りから覚めて、慌てて答えました。習っていたら、私の気持ち分かってもらえるのに。私、帰化が大の苦手なのよ。ねえ、リンゴでも食べない？アンが地下室からリンゴを取ってきたとき、台所の扉がバターンと開いて、真っ青な顔のダイアナが息を切らして飛び込んできました。びっくりしたアンは、お盆ごとリンゴを取り落としました。ダイアナ、どうしたの？あ、アン、早く来て。妹のミニー・メイがすごい病気なの。喉頭炎だって。メアリー・ジョーが言うの。お父さんもお母さんも町へ行っていないし。あ、アン、私怖い。マシューは何も言わずに帽子と上着を取って外へ出て行きました。お医者様を呼びに行ったのよ。私とマシューは気持ちが通じ合ってるからわかるの。さ、もう泣かないで。私、喉頭炎のことなら詳しいのよ。ハモンドさん家の双子が3組とも喉頭炎になって、その看病をしたんだから。あ、そうだ。渡根の薬瓶を持っていかなくちゃ。二人の少女は手に手を取って、凍てつくように寒い野原を急ぎました。アンはミニー・メイがかわいそうだとは思いながらも、こうして親友と再び興奮を分かち合える喜びを味わっていました。3歳のミニー・メイは確かに重体でした。台所のソファーに寝かされていましたが、熱が高く荒い息遣いが家中に響いています。お手伝いのメアリー・ジョーはただおろおろするばかり。アンは早速テキパキと指図を始めました。さあ、まずお湯を沸かさなくちゃ。メアリージョー、ストーブにどんどん薪をくべてね。私はミニー・メイの服を脱がせてベッドに寝かせるわ。ダイアナ、柔らかいネルの布を取ってきてちょうだい。とにかくミニーに床を飲ませるわね。ミニー・メイはなかなか飲もうとしませんでしたが、長い不安な夜の間、何度かそれはミニーの喉を通りました。午前3時、やっとマシューが医者を連れてきました。けれど、もう最悪の事態は過ぎており、ミニー・メイは穏やかに眠っていました。アンが経過を説明しました。もうダメかと思ったわ。最後の床を飲ませたとき、私、自分に言ったの。さあ、これが最後の頼みの綱だ。どうか聞きますようにって。それから3分くらいして、ミニーは痰を吐き出してずっと良くなったの。その時のほっとしたこと、とても口では言えないわ、先生。後で、医者はバリー夫妻にこう言いました。あの赤い髪の子は、確かに利口な子ですな。あの子がお子さんの命を救ったんですよ。私が来てからでは手遅れだったでしょうからな。あの子が説明してくれた時の目、あんなに輝く目は見たことがありませんよ。アンは徹夜のために重たいまぶたで家に帰ってきました。そして薄薔薇色の冬の午後までぐっすり眠りました。目が覚めて台所へ降りていくと、マリラが帰ってきていました。話はマシューから聞きましたよ。お腹が空いているだろうね。アンが昼食を食べ終わるのを見届けて、マリラが口を切りました。さっきバリーさんが見えてね、ミニー・メイの命を助けてくれてありがとうと言ってましたよ。そして、いつかのブドウ酒の件では、失礼なことをして申し訳ないって。あんたが許してくれるなら、またダイアナと仲良くしてほしいそうだよ。アンは顔を輝かせて、椅子から飛び降りました。マリラ、今行ってもいい？皿洗いは後できっとするから。アンは上着も帽子もかぶらずに飛んでいきました。そして、紫色の冬の夕暮れに、雪の原を踊りながら帰ってきました。私完全に幸せよ。たとえ髪が赤くてもね。明日、フィリップス先生に、またダイアナと並ばせてくださいと頼むつもりなの。ジョセフィンおばさん、たまげる。マリラ、ちょっとだけダイアナの家へ行ってきてもいい？ある2月の晩、アンが息せき切って部屋から降りてきました。こんなに暗くなってから、一体何の用があるというの？ダイアナが会いたがってるんだもの。なぜそんなことがわかるの？だって、窓から合図を送ってきたんだもの。私たち、ろうそくと厚紙で合図を送りっこしてるのよ。窓時期にろうそくを立てて、厚紙を出したり、引っ込めたりして、光をチラチラさせるの。しょうがないね。火遊びなんかして。ま、行ってきなさい。ただし、10分間だけですよ。アンはきっかり10分間で戻ってきました。ねえ、マリラ。明日はダイアナの誕生日なの。それで、ダイアナのお母さんが、私に泊まりがけで遊びにいらっしゃいって言ってくださったの。それからね、明日の夜、討論クラブのコンサートがあるから、連れてってくださるんだって。いいでしょ？行っても。年もいかない女の子が、夜そんなところへ行くのは許しませんよ。あら、討論クラブのコンサートは、とても有意義なものよ。詩の暗唱や、コーラスなんかをやるんですもの。ダメと言ったらダメです。そうだ。もう一つ大切なことがあるの。私をね、客用寝室に泊めてくださるんだって。けれど、マリラは頑として許してくれません。アンは涙をポロポロこぼしながら2階へ上がっていきました。すると、それまでソファーで居眠りをしていたマシューが目を開けてきっぱり言ったのです。アンを行かせてやるべきだと思うよ。マリラはふんと鼻を鳴らして取り合いませんでしたが、マシューが次の朝まで同じことを頑固に繰り返したので、とうとうマリラも折れてしまいました。その日、学校の後でアンはダイアナの家で素敵なお茶をいただき、いよいよコンサートへ行く身支度を始めました。けれど、アンは自分の飾り気のない黒い帽子や、不格好な灰色のコートを、ダイアナの華やかな毛皮の帽子やスマートなジャケットと比べてため息をつかずにはいられませんでした。でも、やっと自分には想像力があるからと思い直したのでした。空は美しい夕焼けでした。アンたちは大きなソリに乗って雪の原を公会堂へ向かいました。その夜のプログラムは興奮の連続でした。でも、たった一つだけ、アンの気に入らないものがありました。ギルバートが、ライン河畔の瓶園を暗唱している間中、アンは本を読み続け、みんなが拍手している時も、体をこわばらせていました。二人が家へ帰ってきたのは、11時でした。でも、まだ興奮が冷めず、喋り続けています。私たちも、いつか、暗唱を頼まれるかしら、と、アンが言いました。もちろんよ。ギルバートなんか、私たちより2歳しか年上じゃないのに、しょっちゅう頼まれてるわ。ねえ、アン。あの人は、今一人あり、それは妹にあらずってとこで、じっとあんたを見つめたのよ。ダイアナ、いくら親友でも、あの人のことを私に言うのは許さないわよ。そうだ。ここからベッドまで競争しない？白い寝巻き姿の二人は、客用寝室の扉を開け、ベッドに同時に飛び込みました。その途端、ギャーと悲鳴が聞こえ、二人の下で何かがもぞもぞと動き、息の詰まった声がしました。お助け！アンとダイアナは無我夢中でベッドを飛び降り、ガタガタ震えながら逃げ出しました。あれは誰？アンが歯をガチガチ鳴らして聞きました。ジョセフィンおばさんよ。シャーロットタウンに住んでるの。すごく年寄りでおっかないの。でも、今日来るなんて知らなかったわ。ゲラゲラ笑いながら、ダイアナが答えました。次の朝、ジョセフィンおばさんが、朝食に姿を見せなかったので、ダイアナとアンは夜の事件を黙っていました。その日の夕方、マリラのお使いでリンド夫人の家へ行ったアンは、バリー家の揉め事を聞きました。ジョセフィンおばさんはカンカンに怒って、ダイアナと口も聞かないそうですよ。ダイアナの音楽のレッスンの費用を出す約束をしていたけれど、あんなおてんばには、1セントも出してやらないと言ってるんですとさ。バリーの奥さんは大弱りですよ。ジョセフィンおばさんは1ヶ月泊まるつもりで来たんだけど、もう帰ると息巻いてるんですとさ。アンは、リンド夫人の家を出ると、その足でダイアナの家へ行きました。私、おばさんに謝ってくるわ。競争して飛び乗ろうと言い出したのは、私だもの。決心を固めてアンが言うと、ダイアナは目を見張りました。アン、やめて。取って食われちゃうかもしれないわよ。怖さにガクガク震えながらも、アンはおばさんのいる部屋へ入っていきました。痩せた、いかめしいジョセフィンおばさんは、まだ怒りの消えない目で、じろりとアンを見ました。誰だね、あんたは。グリーンゲイブルズのアンです。お詫びに来ました。昨日の夜、ベッドへ飛び込もうと言い出したのは、私なんです。だから、ダイアナを責めないでください。音楽のレッスンも受けさせてあげてください。お願いします。でも、あんた方は、私を死ぬほど驚かしたんですよ。よくわかります。でも、私たちだって、びっくり仰天したんです。それに、約束していたのに、客用寝室に寝られなくて、とてもがっかりでした。もしおばさんがみなしごで、生まれて初めて、客用寝室に泊めてもらえると喜んでいたのに、それがダメになったら、どんな気持ちがするか、想像してみてください。老婦人の目から、怒りの色が全く消えて、老婦人は笑い出しました。そうね。わかりましたよ。私たちは両方とも同じ気持ちを味わったわけですね。こうして、ジョセフィンおばさんは、アンがすっかり気に入ってしまい、帰るのをやめることにしました。あのアンという子のおしゃべりが、もっと聞きたいから、しばらく泊まることにしますよ。アンのお化けの森。グリーン・ゲイブルズに再び春が巡ってきました。美しい気まぐれなカナダの春です。恋人の小道の楓はつぼみがあからに、ドライアットの泉の周りではシダが伸び始めました。そして可愛らしいピンクや白のメイフラワーが星のようにそこら中に咲き乱れています。ある金色に輝く午後、学校帰りのアンたちは、腕にもカゴにもいっぱいメイフラワーを積んできました。アンはマリアに言いました。メイフラワーの咲かない国の人がかわいそうだわ。でもダイアナったらね、メイフラワーってものを知らない人たちは別に損しているわけじゃないって言うけど、それこそ悲しいことよね、マリラ。私ね、メイフラワー、去年の夏に枯れた花たちの魂だと思うの。私、メイフラワーをある人から贈られたんだけど、嫌な顔をして受け取らなかったの。その人の名は、決して口にすまいと誓ったから、マリラには言えないわ。メイフラワーの後には、スミレが咲き出します。スミレの谷は、一面紫色になりました。学校へ行く途中で、そこを通るとき、アンはダイアナにこう言いました。ここへ来ると、たとえ誰かがクラスの一番になろうが、どうでもいいような気がするわ。ある6月の夕方のことです。果樹園はピンクの花盛り。輝きの湖の沼地では、カエルがケロケロといい声で鳴き、あたりはクローバーの原とモミの林の芳しい香りに満ちています。アンは自分の部屋の窓辺に座っていました。それまで勉強していたのですが、暗くなって本が読めなくなったので、いつものように夢の世界を漂い出したのでした。間もなく、マリラがアイロンをかけたてのアンの学校行きのエプロンを持ってやってきました。マリラはそれを椅子にかけると、ほっとため息をついて腰を下ろしました。午後、いつもの頭痛に悩まされて、すっかり参ってしまっていたのです。アンは同情の眼差しでマリラを見ました。本当にその頭痛を代わってあげたいわ。ねえマリラ、去年の今日、何があったか覚えている？さあ、これと言って思い出せないね。まあマリラったら、私がグリーンゲイブルズへ来た日よ。私の人生の転機として、とても忘れられない日だわ。もうあれから1年経つのね。とても幸せだったわ。マリラ、私を引き取って、後悔している？いいえ、そんなことはないよ。そういうマリラは、アンがグリーンゲイブルズへ来る前は、どうして暮らしていたのか知信じられない気がするほどでした。アン、勉強が済んだらちょっとひとっ走りバリさんのところへ行ってダイアナのエプロンの型紙を借りてきておくれ。だってもう真っ暗だわ。明日の朝早起きしていくわ。アンシャーリー、何を言ってるの？今夜あんたのエプロンを断つのに型紙がいるんだよ。さっさと行ってきなさい。じゃあ街道を回っていかなくちゃならないわ。アンはしぶしぶ帽子を取り上げました。街道なんか回っていったら30分も無駄じゃないか。だってお化けの森は絶対に通れないもの。アンは必死で訴えます。マリラは驚き呆れてしまいました。お化けの森だって？一体それは何なの？小川を越えたエゾマツの林よ。声を潜めてアンが言います。バカバカしい。一体誰がそんなことを言ったんです？別に誰も。ダイアナと私でそこがお化けの森だと想像しただけよ。だって心当たりはどこもひどく平凡なんだもの。お化けの森ってロマンチックでしょ、マリラ。エゾマツの林は薄暗いからぴったりだと思ったの。ちょうど今頃の時間、白い婦人が小川のそばをうろついて両手をもみしぼりながら悲しげな鳴き声を上げるのよ。その女はどこかで死人が出る時に現れるの。それから殺された子供の幽霊も出るし、頭のない男がうろつき回っているし、木の間から骸骨がにらみつけているのよ。ああ、マリラ、私とても怖くて夜はあそこを通れないわ。まったく呆れて物も言えやしない。そんなバカバカしい話をまさか本気で信じているんじゃないだろうね。昼間は信じてないけれど夜はダメなの。アン、これまで私はあんたの想像とやらがどうも感心できなかったけれど、こんなことになるんだったらもうこれっきりにするんだね。さあ、エゾマツの林を通ってバリーさんのところへ行ってきなさい。マリラの冷酷な言葉にアンは泣いて頼みましたが、マリラは一向に動じません。ああ、マリラ、もし私が白いお化けに捕まって連れ去られたらどうするの？私はお化けを想像するあんたの癖を直してやるつもりなんだよ。さあ、とっとと行きなさい。アンはよろめきながら丸木橋を渡り、お化けの森へ入っていきました。周りのあらゆる影に想像の鬼たちが潜んでいます。白樺の樹皮が風でふわりと舞い上がっただけで、アンは心臓が止まる思いでした。枯れた枝のこすり合わさる音や飛び立つコウモリにアンは身の毛がよだちました。やっとバリーケへついてエプロンの型紙を借りると、また怖い帰り道が待っています。アンは白いお化けを見るよりは木で頭をぶち割る方がマシだと思い、目をつぶって歩きました。とうとう帰り着いてほっと安心のため息をついたアンにマリラが言いました。どうやら何にも捕まらなかったようだね。アンは歯をガチガチ言わせています。ああ、マリラ、私もう平凡なところで満足するわ。ケーキのお味は？夏休み前の最後の日、ぐっしょり濡れたハンカチで赤い目を拭きながら、アンは石板と教科書をテーブルに置きました。こんなに泣くほどフィリップス先生が好きだったわけじゃないんだけど、みんなが泣くからつい釣られちゃったみたい。先生のお別れの言葉はとても印象的だったわ。私ね、先生の悪口言ったり石板に似顔絵を描いたりしたのをとても後悔したわ。でもこれから2ヶ月の夏休みだと思うと涙も吹き飛んじゃうわ。それからね、帰りに新しい牧師さんとその奥さんを見たの。とても綺麗な人だったわよ、マリラ。新任のアラン牧師夫妻は若く感じのいい顔をしており、牧師の仕事に情熱を燃やしていました。アボンリーの人々は、この二人に初めから好感を抱き、特にアンは、アラン夫人に夢中になってしまいました。マリラ、アランさんの奥さんは日曜学校で、私のクラスの受け持ちなの。素晴らしい先生よ。それに、笑い方がとても素敵でね。両頬のえくぼは何とも言えないわ。そのうちに、アラン夫妻をお茶に招待しなくちゃいけないね。そう、水曜日が都合がいい。だけど、マッシュには黙っているんだよ。さもないと恥ずかしがって、どこかへ逃げてしまうから。いいわ。ねえマリラ、私にケーキを作らせてよ。アランさんの奥さんのために何かしたいんですもの。じゃあ、レアケーキならこしらえてもいい、とマリラが言いました。牧師夫妻を招待するのは、とても重大なことなのです。アンとマリラは、月曜日と火曜日、その準備に大わらわでした。マリラは、アボンリーの他の誰にも負けてなるものかと決心したからです。アンは興奮してダイアナに報告するのでした。ケーキ以外はすべて準備 OK よ。ケーキは朝私が焼くの。すごいごちそうよ。チキンのジェリー寄せやコールドタングや赤と黄の2種類のジェリーやレモンパイとチェリーパイやクッキーが3種類。フルーツケーキ、マリラのとっておきのあんずの砂糖漬けなんかよ。私、レアケーキのことを考えると体が冷たくなるの。うまくいかなかったらどうしよう。水曜日の朝、アンは興奮して日の出とともに起きました。前の晩、ひどい風邪をひいてしまったのですが、風邪などものともせず、張り切ってケーキ作りに取り掛かりました。心配していたこともなく、ケーキは見事に膨らんで、金色の泡のようにふわふわと焼き上がりました。アンは有頂天で、間に真っ赤なジェリーを挟みました。マリラ、テーブルをシダと野バラで飾ってもいい？テーブルをゴテゴテ飾り立てるなんて、くだらないよ。バリーさんとこでは飾ったわ。そしたら牧師さんがとても褒めたんですって。じゃあ好きにしなさい。マリラは誰にも引けを取りたくなかったのです。アンは、シダと野バラをふんだんに使って、テーブルをそれは美しく飾り立てたので、アラン夫妻は席に着くや否や、簡単の声を上げました。さて、いよいよアンのレアケーキを出す番が来ました。アラン夫人がまず、ふっくらした一切れを取り、一口食べたところ、何とも言えない奇妙な顔をしました。でも、何も言わず、飲み込んでしまいました。その表情に気づいたマリラは、一口食べてみて、アン、この中に何を入れたの？と叫びました。ひどい味ですよ。香料は何を使ったんですか？バニラよ。真っ赤になって、アンが答えます。その瓶を持っていらっしゃい。マリラはその瓶をアンから受け取ると、蓋を取って、匂いを嗅いでみました。おやまあ、これは痛み止め薬じゃないか。先週その瓶を割ってしまったから、バニラの空き瓶の中に入れておいたんですよ。私も悪かったね。だけど、匂いが変だと気づかなかったの？だって、私、風邪をひいてたんだもの。そう言うと、アンは自分の部屋へ駆け上がってしまいました。そして、ベッドに倒れ込んで、わーわー泣きました。やがて、軽い足音がして、誰かが入ってきましたが、アンは顔も上げずに、すすり泣きながら言いました。ああ、マリラ。あたし、大恥をかいたわ。アランさんの奥さんに合わせる顔がないわ。と私が、毒殺しようとしたと思っていらっしゃるわ。でもあの薬は毒じゃないわ。そう言ってあげてよ、マリラ。あなたが自分でそう言えばいいじゃないの。朗らかな声がしました。アンが飛び起きると、アラン夫人がニコニコ笑いながら立っています。そんなに泣かないで。誰にだって、あんな間違いはあるものよ。あなたの気持ちはとても嬉しいわ。さあ、あなたの花園を見せてくださらない？私も花が大好きなのよ。アンは負けず嫌い。痛み止め薬入りの刑期事件から1ヶ月ほど経ちました。いつも何かしら失敗ばかりしているアンのこと、そろそろ次の事件が起こってもいい頃です。ある日、ダイアナが家で小さなパーティーを開きました。女の子たちを少ししか呼ばないパーティーなの、と、アンがマリラに言いました。お茶の後、みんなは庭へ出て遊びました。そして学校で流行っている挑戦という遊びをすることになりました。ジョーシー・パイがジェイン・アンドリューズに左の片足跳びで庭を一周できるかと挑戦しました。ジェインは頑張ってやり始めましたが、途中で力尽きてやめてしまい、負けになりました。ジョーシーの人を馬鹿にしたような勝ち誇った様子を見て、ムラムラとなったアンは、ジョーシーに庭の東側の塀の上を歩いてごらんと言いました。ところが、ジョーシーは平気な顔でそれをやってのけ、アンを嘲笑うように見ました。アンは赤いおさげをフリフリ言いました。あんな低い塀の上を歩けたって大したことないわ。私、屋根の胸の上を歩ける子を知ってるわ。まさか、どうせあんただってできやしないくせに、とジョーシーが言います。私にできないって？じゃあ、それをあんたに挑戦するわ。バリーさんとこの台所の屋根の胸の上を歩いてごらん。一瞬、アンの顔が青ざめました。でも、決然として、はしごのあるところへ歩いていきました。やめて、アン。落ちて死んじゃうわよ。ダイアナが必死で止めます。やらなくちゃならないわ。私の名誉にかけても。と、アンは言うと、みんなが固唾を飲んで見守る中を、胸の上へ登りました。でも、下を見ると、目がクラクラします。ふらふらしながら2、3歩歩きましたが、たちまちバランスを崩し、足がもつれたかと思うと、アンは屋根を滑り落ちて、下の茂みにどさっと落ちてしまいました。みんなは一斉に、キャーッと叫び声を上げました。でも幸いなことに、アンは屋根がずっと下まで傾斜している方へ落ちたので、大事にならずに済んだのです。恐怖のあまり動けなくなってしまったルビーを残して、ダイアナたちが駆け寄ってみると、アンはツタの茂みの中に真っ青になって倒れています。アン、死んじゃったの？お願い何か言ってよ、アン！ダイアナが叫びます。ほっとしたことに、アンはふらふらと体を起こして、弱々しい声で言いました。大丈夫よ。私死んでないわ。でも、頭がぼーっとしてるの。かかとをくじいたらしいわ。私、とても家まで歩いて帰れない。ダイアナのお父さんが、アンを抱きかかえて、グリーンゲイブルズへ連れて行ってくれました。その後から、ダイアナのお母さんと少女たちが、ぞろぞろついてきました。マリラは、ちょうど果樹園でリンゴをもいでいましたが、バリーさんに抱えられて、ぐったりしているアンを見た途端、はっと胸をつかれる思いがしたのです。恐怖とともに、アンが自分にとってどれほど大切な愛しいものかを悟ったのでした。マリラは慌てて駆け寄りました。バリーさん、アンはどうしたんですか？マリラは青ざめて声が震えています。大丈夫よ、マリラ。私、屋根の胸から落ちたの。でも、かかとをくじいただけだから。またまた何かやらかしたってわけだね。バリーさん、この子を中へ入れて、ソファーに寝かせてください。おやまあ、この子ったら気絶してしまったよ。アンは、ついにロマンチックな念願が叶って、気絶してしまったのです。マシューが急いで医者を呼んできました。アンのかかとは完全に砕けていました。その夜、マリラがアンの部屋へ行くと、アンが哀れな声で言いました。私をかわいそうに思ってね、マリラ。ジョーシーがあんな憎らしい言い方をするんだもの、とても我慢できなかったのよ。これで、6、7週間はどこへも行かれないのね。新しい女の先生を当分見られないわけだわ。それにギル、いえ、クラスのみんなに勉強が遅れてしまうし。けれども、アンはその想像力のおかげで退屈な日々をどうにか切り抜けることができました。それに、毎日誰かがお見舞いに来て花を持ってきたり、本を貸してくれたり、おしゃべりをしていくのでした。みんなとても親切ね。寝てるのは辛いけど、友達のありがたさが分かったわ。ジョーシーも来てくれたのよ。ああ、マリラ、早く学校行きたいわ。新しいステイシー先生って、とても素敵なんですって。綺麗な巻き毛で、目が魅力的で、ドレスもすごく素敵なんだって。ダイアナが言ったわ。それも、グランダ袖だってよ。アンや、屋根から落ちても、あんたの舌は何ともなかったようだね。と、マリラが言いました。今回の朗読はいかがでしたか？それではまた次回お楽しみに。